平成29年6月11日、阿蘇市一宮町宮地の一宮小学校体育館で、第4回、ちびっことお母さんの陸上交流会が開催されました。これは、阿蘇市陸上競技協会が阿蘇市と協力して毎年行っているもので、昨年は熊本地震の影響で中止となり、2年ぶりの開催となりました。当初、一宮中学校グラウンドでの開催の予定でしたが、雨のため、一宮小学校体育館に会場を移し、2歳児から小学3年生までのちびっ子たちと保護者が参加して行われました。競技は、2歳児の20メートル走から、年齢別の立ち幅跳び、ボール投げの3種目が行われました。参加したちびっ子たちは、保護者の声援に応えながら、一生懸命走ったり、飛んだり投げたりしながら楽しい一日を過ごし、たくさんの賞品をもらって大喜びしていました。また、それぞれの種目に保護者も参加し、日頃の運動不足の解消も兼ねて、親子で爽やかな汗を流していました。